ドラえもん、のび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家。見知らぬ星へやってきたのび太たち。そこで出会った少年ライトの願いを叶えるため、みんなで牧場を盛り上げることに。さまざまな人たちが暮らす自然豊かな星イリマ星で、のび太たちの牧場生活が始まります。一つ屋根の下、みんなで一緒に暮らしながら、動物のお世話をしたり、作物を育てたり、さらに二人で協力することも。こんなに大きな株も力を合わせれば、仲間と一緒にあなただけの牧場を作りましょう。秘密道具を使えば夢のような体験も広がっていきます。適応灯を使って海の中へ、深海の真珠をゲット、タケコプターで雲の上まで、珍しい作物が収穫できるかも。春夏秋冬、みんなと過ごす日々はあっという間、かけがえのない日常が紡がれていきます。何気ないことも大切な思い出として、あなたの心に残っていくでしょう。うまくいかない日もあるけれど、みんながいるから乗り越えられる。ゆったりとした時間の中で過ごすほのぼのスローライフ。癒される場所がある、みんなの家がある。ドラえもん、のび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家、11月2日発売。